ったし、何年も何年もここに立ちたいってみんな思ってたところではある。ある意味ゴールだけど、ターニングポイントというか結構大きいところに今差し掛かってると思うんですよ。でもまだやっぱり海外の方には知られてないと思うから、またこう初心を思い出すような出来事が多分たくさんあるから、So what is it like being the older ones? より グループ全体で支え合うようになったんじゃないかなと。 Able to release it even better. 今シンガポールにいて、これからライブするじゃないですか。受け入れてもらえるのかなっていう、なんか不安の方が大きいですね。本当好きになってくれるのかなとか、今本当もうクエスチョンだらけです。いつかっていうぐらいの、また具体的な感じじゃない夢として、アジア進出っていうのもちょっと現実味を帯びてるのがちょっとびっくりしてて、海外に行ってもあの乃木坂46だって言ってもらいたいし、今はまだこのシンガポールとかあんまりアジアでは知名度ないかもしれないけど、今日をきっかけにどんどんいろんな国で活動できたらいいなって思うし、考えていいライブにしていきましょう。はい、せーの、グッドタン。